どうぞ。失礼します。どうも、うなぎです。せつな、ごめんなさいね、本当に。いやあの雰囲気だけでもっていうことでもうあれやね、やっぱまあ、前回ちょっと見させてもらったけど、こう、まあ、深夜の公演、はい、そういうの深夜の公演でする格好ではないなコメント欄ありましたよね。おう、やっぱ不審者やな、あれは。職質されるって書いてました。やっぱ時間と場所あ、ここもベストではないんやけど、はい、これがもしさ飛行場でこんな人がおんのやったら、もうめちゃくちゃ馴染むからなてか逆にこんな人おれへんと思うけどうん、ちょっとまあこんな、まあ結局そうやね、帽子は結局かぶられへんねん、はい、うん、あのヘッドセットあるから、なんか、はいはい、うん、管制塔の話聞かなあかんからさ、から帽子はかぶられへんけど、そのなんやろな、降りてきたとこやね一番かっこええと思ってるから、その降りてくるとこが、はい、うん、まあ、そういうなんかポイントポイントはあると思うから、うん、うん、サングラスもなあかんのかもしらん、その見えづらいから、うん、まあでも日光はね、直射日光強いから、うん、 OK なんかどうかちょっと分からへんけど、うん、まあちょっといろいろ授業進みましたよ、もう正直、天気まで行きましたすごいぞ天気、もうまあめっちゃ覚えてることな、はい、ようやく俺の宇宙好きがちょっとだけ役立ってんけど、はい、地球の自転の回り方が右回りっていうのはもうずっと分かってんねん、はい、な、それが関係すんねん風に。お、だからそれが頭入ってるからさ、これが分かんねんけど、風って高気圧から低気圧に吹くんやって、はい、その時にまっすぐ吹くんじゃなくて曲がんねんて、はい、地球が回ってるから曲がってぐるって回って帰ってくんねんてっていう基本の風の流れがあんねん、これを把握しとかないと結構えらい目にあるね。これも船も飛行機もそうやねんけど、じゃあ後ろからもし風が吹いてます、暴風域どこにあんねんってなると左斜め前方らしいねこれに関しては俺もうんとは思ったけど、真後ろから吹く風が強いと左前方に暴風域があると思っていいみたいなことは聞いて、うん、それを発見した人がおって、まあ多分ボイスバロットの法則っていうねんけど、まあボイスバロットが発見したんやろな自分の名前つけがちですからね。つけがちやろそういうの、はい、俺もなんか死ぬまでに1回ぐらいうなぎの法則作りたいけどね暴風雨かの中心は北半球では、そう南半球とは逆やね、風を背にして立つと左斜め前方にあるという法則やね。すごないこれなあ、なんかあんねん、これもなんか四季あるわ、これを分かれへん、うん、まあ、なぜそういうようなことを勉強してます、はい、あ、これよりの力とかだから、もうこれよりの力がもう全然覚えられへんね何やったかなってなんね、うん、まあでもなんかそういうほんまに天気図出てくるからさ、うん、で気圧とか、うん、なんかそういうの勉強してます。あとなんかこれも楽しかったんやけど、この多分管制塔とのやり取りの時なんかな、ちょっと俺もこれすいません、これまだちょっと勉強で間違ってることも結構あると思いますけど、なんか
クラス A とかクラス B とかのなんかエリアの話があんねんけど、 A っていう単語を言った時に A って言っても E に聞こえるみたいなんてあるやん。だから A はアルファって言わなあかんっていうこの航空用語、はい、B はブラボーC はチャーリーB はベータとかじゃないんですね。そうやね、ブラボーやねC はチャーリーE がエコーで F ないねで G がゴルフみたいな、なんかそういう用語があるっていうのは聞いたかな。ただそれを、じゃあ何で使うねんっていうようなことをちゃんと覚えないとあかんねんけど、ちょっと、もともとアホやからさ、その新知識ばっかです、ね、そうやんね、まあでもやるときはその受かるか受かれへんかの心配をしてもらう動画じゃないので、 そこ別に、うん、そんなもん、そんなもんだってバイクの一発免許を正直あのさらって取ってますからね。はい、それはちょっと言わせてください。そこをドキドキするとこじゃないです、全然ちょっと待ってな、ほんまいろいろ、あ、そうそう、あのこれもすごいぞ。もし通ぶりたいなら、そこをドキドキするとこじゃないです、全然ちょっと待ってな、ほんまいろいろ、あ、そうそう、あのこれもすごいぞ。もし通ぶりたいなら、航空用語、空港の名前が航空用語であんねんけど、RJAA、成田、RJTT、羽田、はい、RJOO、伊丹。この空港を、あの、RJTT まで行きたいんですけどっていうのを普通に使うと、あ、こいつなんか航空用語、なんか関係者かみたいなことにはなるらしい。一般の人絶対知らない。絶対知らん。うん。ただ、ごめんなさい、CA さんも知らん可能性ある。その、かじってないと分かれへんらしい。うん。機長みたいな人に聞いたらもうすぐ分かるっつって。はい、うん、なんかこれはちょっと、うん、あんま使いどころないかと思うけど、これはなんか、お、なんか知ってるなみたいな思われる航空用語ですね。そういうのありますね。ちょっとまだ、うん、ここすいませんね、なんかこんな動画連続で上げるの空いた時に詰め込んでるんで、ちょっと、うん、行ける時行かないと30時間あるんで、うん、ちょっとまたなんか一応、うん、天気も勉強したけど、またなんか戻って、航空工学の詳しい、まあ、奥行ったりとか、また天気も習うんやけど、ちょっと30時間、うん、ここから習っていきますんで、まあちょっと更新は遅くなるかもしれないですけど、まあなんかこのなんかあれば今後ちょっと30時間までは、うん、撮っていこう。まあ毎回撮るんじゃなくて、これも毎回撮ってますから、うん、まだ8時間しか終わってないねまだまだありますから、はい、ちょっと長、うん、そうやね、そのこの要は座学が終わってからがやっぱもう実地やっぱ訓練に入るから、これがちょっとどうなるのかっていうとこで楽しみであるんですけど、はい、ちょっとまた何かありましたら更新していきますんで、よろしくお願いします。ありがとうございます。リノベーションネタ、うなぎ特製カレンダー、銀シャリ日記、生麦生米生配信、白粒館、銀シャリグッズ、ファンクラブ先行収穫、橋本直筆色紙、うなぎイラスト似顔絵、みんなファンクラブで待ってるぜ。